ラファエルにまだドッキリというかちょっと嫌がらせをやっていこうかということで、大概でずっと行っていこうかなと。これどこまでいけるか。いやいやいや、お前おい、はい、はい、どうもじゃ、有名キャバ嬢、大体貧乏なバーテンと付き合う。よろしくお願いします。言えましたね。これはもう完全に詳しい人から聞いたんで。なるほど、これもあるあるです。で、今日なんですけど、今日ラファエルにまたドッキリというかちょっと嫌がらせを待ってやっていこうかということで。へー。なんか例えばブラック飲むじゃないですか、はいはいはい、コーヒー買ってきてって言った時に、あ、すいませんブラックなかったんで微糖でとか、あーちょっとずれてこれなかったんでこれみたいな大概でずっと行っていこうかなと思うことで、これどこまでいけるか面白いですね。はい、もうこれ進めていきたいと思います。はい、比較的にはちょっと伝わりづらいと思うんですけど、見ていただければ分かる。例えばこの後また3人ランチ行くじゃないですか。はいはい。でまた今日お寿司屋ちょっと予約しまして、そこもまあカメラ回していくんですけど、まあラファエルもちろん知らないと。で、僕の知り合いのところなんで、そこでカメラ仕掛けまして、例えばいくらくださいって言ったらウニ出てくるとかすいません、いくらないんでウニでっていうのも言わずに出していってももらえちゃうかなと思って。なるほど。まあラファエルって気弱いでしょ、何も言わないでしょ絶対優しいですね。そう、お店の人に何も言えないんで、はい、黙って食わせるっていう感じなんですけどそれで2日にわたってこれやっていきたいんですよ。おお、結構大掛かりですね。2日にわたってやっていくんで、これをちょっとどこまでいけるかっていうのを見ていきたいっていう。はい。だから2日間、はい、ラファエルの願いが今回一つも叶いません。だからもうそれが全部違うっていうか、なんかかわいそうだなすごい嬉しそうですね伝わりにくい、これ企画説明伝わりにくいですけど絶対おもろいなと思うんですよねもうあくまでそうそうそう、ちょっとこれでねちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、最近2日連チャン走って死んじゃう、久しぶり。ああ、してパンパン、すごい頑張ってますもん。だからお前ももっと頑張る。はい、頑張りますそんな走って意味あるんですか、やっぱ。いや、筋もやっぱ露骨に筋肉痛なんだよ、そこ走ったら。やっぱランニングマシンと違うもん。全然違うよ。プロテインみたいとか、牛乳買ってきてほしい。あ、牛乳ですか、わかりました。牛乳あるんじゃないですか。あります、あります、うん、いや、ないっしょ、牛乳。すいません、牛乳なかったんで、カルピス。うせやん。本当です。今似てますね。はい。いや、今日買ってきて。え、いや、買ってきて。ちょっと、時間が。え、いいんですか、カルピスでもあんま多分買わないですよ。はい、はい、濃いめのカルピス。色に一緒なの、うん、いけるし、多分これで、うん、いや、牛乳買ってきて。牛乳、牛乳知らん。いや牛乳知らん。いや、牛乳なんやと、逆に。ええでいいんですよ。でもカルピスでも僕全然ありと思うんですよ。僕もカルピス派ですね。だって僕牛乳だからカルピス飲みますよ。うん、逆に、はい、はい、これこんなヒカルさんしか飲んでみたことないもん。マジっすか、ガチで。マジっすか、普通のやつも結構濃いなもん、ね、さらに濃いやつ走るよ、はい、そうそうそう、うせやろ。で、牛乳に近いでしょ、濃いめの方が。マジで、はい、逆に、はい。あれどうする、なんか朝ですか。いや、朝は食ってんですけど昼予約してますよ。はい、もう少し行く。はい、小腹すいたな。ちょっと我慢していただければ。いや、絶対無理え、じゃあ何が食べたいですか。マック。あ、マックですか。マックマックですか。マックは、じゃあ食べに、ちょっと見ていきます。え、マック買えへん、食えへん。いや、僕大丈夫です、だって昼予約しますもん、寿司。エル君は、あ、大丈夫です、我慢できます。寿司予約してますよ。あのマックだけ、俺、いや、寿司じゃなくていいよ、もう。マックでいいよ。すみません。なんすか？金のハンバーグ。まあ、なんか似てるの。で、マック。で、似てますよ。え、ハンバーグですよね。はい。ハンバーグ。ハンバーグですよね。ハンバーグ。はい。パンってことですか？パンが食いたいってことですか？いやいやいや、肉で考えたら一緒ですもん。逆にマックでドライブスルーで金のハンバーグ出てきたらどうする、店員に対して。いや、それマックなんで、それは、まあ、それはマックは、マックのものが出てこないとおかしいんですけど。いや、だからハンバーグが出てきた、ハンバーグがでパンが欲しいってことですか。パンと挟んでるハンバーグが欲しいよ。あ、そっちっすか。そっち派なんですね。いや、だからマック行って、だからドライブスルー分かった、はい、マック行って金のハンバーグできたらどうする。
いや、それマック行って金のハンバーグだ、それセブンのやつですもんね。さすがにそれないですね。マックはありえないんで、うん、出てくるのが。いやいやいや、こんなん全然ダメ。絶対やっこんなハンバーガーのいいやってるから今。わかりました、わかりました、あっためます。我慢するわ、我慢するわじゃん。それこそ下げないでください。我慢するわ。冷えてる。あ、冷えてるのが多分。冷えてるんで怒ってるんじゃない。あ、そういうことです。ハンバーガーやから、俺欲しいの。ハンバーガー小腹空いたから、自分らもう昼それでええやん。なすしじゃなくてよくない。いや、もう予約しますもん。とも、ない。自分予約しとるかな、今日。いやいや、だってもう知り合いのとこなんですよ。逆に今キャンセルしたら申し訳ない。絶対友達おらんやん。いやいやいや、どういう気持ちで。絶対おらんやん。別にいないんでいいじゃないですか、別に。もう小腹空いたな。あ、じゃあ、レミさんが、はい、家、宅飲みした時とか、家来る時用に、タバコ吸われへん、俺んち。ああ、そうですね。そうそう、アイコスやったら吸えるから、アイコス、レミさんに置いてんねんか。だからレミさんだけじゃないけど、他の人もそうやったから、はい、アイコス買ってどうしよう、コンビニで。あ、わかりました。多分あります。ある？アイコス。え、アイコス、あ、新型じゃなくていいよ。あ、わかりました。アイコスさんあったっけな。呼ばんです。すいません。いや、ベイプやん。いや、似てます。ベイプやん。吸えますもん。え、どういうことですか。え、一緒じゃないですか。一緒だと思う。全然一緒ちゃうで。ベイプやん。ベイプ。おー、吸えましたね。てか、アイコスですよね。いや、だから、レミさんが、はい、私、家行った時用に、アイコス置いといてって言ってたから、それで、あ、買っときましたよって、これ渡されへんやん。何言ってるか分かんない。絶対分かるやん。これ分からんかったらやばいよ。え？いや、アイコス、レミさんが置いといてって言ったから、はい、ああ、一緒買っときますって。うわ、なんか、アイコス、え、ベイプでもよくないですか？いや、それはレミさんに言って。逆に。アイコスとベイプってニアリーイコールですよね。うん。なんか、全然違うで。そういうもんなんですか？いや、全然タバコ吸ってへんから分からんと思うけど。これで、何がおもろい。これ持ってこられた、レミさんこれ。あ、買ってきました、レミさん、これ。はい、ありがとうってなれへん。で、多分一緒ですよね。もう、じゃあ、2人のせいにしていい？でも、もう一緒や、もう一緒ってか、一緒っす。うん。人のせいにすんだよ、これ。っていうか。おいしいですか？うまい。うまい。一件落したらこれめっちゃうまいわ。よかったです。これでは渡しとこう。はい。よし。エルブ、そこあれ、買ってきてくれた？あー、サプリの方ですか？そう。あ、買ってますよ。ビタミン C。ちょ、俺なんかあれで疲れてるやんか。あ、ビタミン C 足りんのちゃうか。あー、そうじゃない。どうもいい。買ってきた。あ、買ってきましたよ。されます。ビタミン C 飲めって。ビタミン C。ちょうだいちょうだいちょうだい。はい。ビタミン C 飲まなかった。すいません。じゃあ、もらいます、僕も。これ、マルチビタミンや。え、いや、一緒ですか？一緒です。スーパーマルチビタミンアンドミネラルやん。なんて。スーパーマルチビタミンアンドミネラルやん。ビタミン C じゃない。え、全然いいっすよ。一緒っすよ。買っていいっすよ。ビタミン C 買っていいよ。マルチビタミン、マルチビタミン飲んでるから、俺。多分入ってますよね、ビタミン C。いや、そういうことじゃないんで、ビタミン C だけで入ってるやつのがすごいから。けどまあ、僕これでいいですよ。はい。いや、俺は嫌や。ビタミン C が。まあ、これもニアリーイコールですよね。どうしても。いやいや、ほんまにほんまにほんまに。これからお寿司食べに行くんで。いや、お寿司ですよ。いや、ビタミン C がいいです。うん、でもあんま。絶対わかる、絶対わかる。何言ってるか絶対わかると思う。本当ですか？ビタミン C ですよね。はい。僕いいっすよ、これで。あ、で、いいさ、いいさで。ビタミン C、ちょっと片付けまた。あ、じゃあ、また、いつか。うん。あ、週末さ、はい。あれ、デミさんと飯行く話になってるかな。あ、行きましたよ。ちょっと、徐々に。どこっすか？徐々に。徐々に。時間帯がめっちゃ遅いから。あ、いいっすよ。電話しますよ。一緒に電話します。行くっす。じゃあ LINE 送っておきますね。
思いました。牛角。牛角。え？ジョジョインやって。牛角やから。焼肉っすよね。牛角。焼肉が食べたいんですよ。うん、焼肉の話ですよ。牛角。食べ放題。牛角。食べ放題ですか？じゃあそういうことか。違う。ジョジョイン取ってほしいよ俺は。時間がもうネミさんの飯食うの2時とかやから深夜。はい。あ、行きます。牛角。で、そのジョジョイン、西田さんもジョジョインにしてほしいんです。食べたいのは焼き肉ですよ。で、ジョジョインから。脳みそ溶けてんじゃん。溶けてる脳みそ。いや、溶けてないですね。ちょっと何言ってんのかあんま分かんない。7割溶けてる脳みそ。いやいや、溶けてないです。はい。取ります。じゃあ、レミさんから連絡しといてよ。じゃあ、レミさんにちょっと牛角で OK が一応。じゃあ、レミが牛角で OK 出しても、あのジョジョインにしたって、それ確認まずやめて。レミさんに。確認大事です。ジョジョインになりましたって入れといて。OK です。ユミリンさん。お疲れ様です。いや、お前はい、おい、なんすか、どうしたの、エミリンが何来た、よかったじゃないですか、エミさん、エミリンや、エミさんですよね、エミさん、だからお前エミリンに LINE したよ、牛角取りましたよ、あ、牛角、エミさんですよね、レミや言うてんねん、お前レミや言うてんねん、レミリンですか、エミさん、レミや言うてん、レミさんに LINE 入れてくれって言ってたから自分で言えるわお前エミリー間違え断っとってくれよお前俺気取りつけてもうたやんけ、エミリーから今すごい嬉しそうな彫刻だぞ、違う、お前、おい、レミとエミリー全然違う、まあ、全然違う、もちろん違いますけど性別的に言ったら一緒、いや全然違うから性別は一緒、じゃあほんまに、はい、それで頼むわ、エミさんですよね、僕送ったんレミみたいな発音で言うなってレミみたいな発音で言うなんて。レミやって。勘弁してくれ、お前。なんで深夜の2時、お前、エミリーと一緒に飯食わなんで、俺。失礼しても、牛角、お前。なんでいかなかんねん。ほんとに、その辺の野良犬と行くわ、俺、そんなから。その辺の野良犬と行こうと思ったら、俺。なんでエミリーと飯食わなかんねん、俺が。牛角すぎる。なんで牛角間違えてて。なんでそんな、すっごい介護官みたいなやつ行かなあかんねん、いや牛角になってエミになったら、何が介護官ですか、なんで俺ジョジョエンってレミ焼いてね何言われてもらって牛角見てエミさん、エミさんですよね、できないそれが違う言ってね、やめときよお前、プライベートで書かれたくないんだもうそろそろメスちゃん、あ、そうてか、15日あの、あれ、アウトレットやってるって。あ、そうですか。俺、なくした、タイでなくしたとおしゃれやん。ああ、売ってるって。あ、マジっすか、マジ。だって15日空いてるよ。はい。その日そこまで行って、まあ、サブちゃんでもいいし。ああ、そうか。で、彼らやってるって。はい。ああ、着替えなかんな。着替えたら。売っとんねあれ。売ってるって。はい、入れました。いや、15日、16じゃない。15日。ああ、分かってます。あの、日にち近く。アホ何がですか、15やって、え、御殿場アウトレットに行きたいんですよ、ね、15日にな、15日俺ら3人空いてるから言ってる、16日これ見てみや、パンパンやん、16で大丈夫、あ、大丈夫です、16ちゃってだから、俺が15に行きたいから、15に行きたいから俺、まあ、どっちでもいいっすよ、どっちでもいいっすよ、え、大丈夫です、はい、15に行きたいから、え、で、行きたいのは御殿場アウトレットです、15日にな、なんで16日よって言えた、もうなんか一緒かなっていう、全然違うから、24時間違うからそれ、お24時間どえらい時間差や、これマラソンで24時間違うってスタートしたらどえらい、マラソンな、マラソンどえらいことになるぞ、マラソンならそうっすね、それはそうっすね、これがマラソンやったら、うん、マラソンじゃないね、あ、イーサンマンション見つかりました、はい、所詮送りますね、オッケーです、オッケーです、ありがとうございます、ここ結構いいですよ、いやいや、これ1階やん、え、1階の物件やん、これ1階も2階も
近いかなと思って。え、マンションに住むっていう概念で。どういうこと？え、2階以上っていう概念だっけ？あ、だから2階と1階もなんか階段登ったらほとんど変わんないじゃないですか。だからなんかいいかなと思って。笑わしような。2階以上って言ったよ。2階以上って絶対言ったよ。いやだけど2階も1階も本当に近いじゃないですか、やっぱり。だから音も響いたら聞こえ合える状況じゃないですか、お互いが。だからその観点からしたら一緒かな。ちょっとなんか飯ばい。行きましょうか。そんな変ないっすよ、全然。1階っすよ、1階。そんなんか飯ばい。行きましょう、そろそろ。はい。マジ？よろしくお願いします。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 久しぶりやな。終点。はい。やった。すごい。なんでそんなの来て。いや、結構来ますね。かっこいい。うん、そうなの。え、来たりまあ、いろんな人。はい。あ、あのエルボーさんなの？はい、1回だけ。あ、すみません。冷たいウヨちゃん、グロちゃん、三つで。あ、グロちゃん、三つ。グロちゃん、三つ。はい、すみません。お願いします。お願いします。すごいな。いつも何やってもらうの？いや、まあ、いろいろですけどね。お任せで。いつもコースで。はい、いつもコースで。そうなんや。経費1点やった。ジャン君じゃないですか。まさか。これは。ありがとうございます。あ、わかります。美味しいですよね。最近3人でめっちゃ飯行く。行きますね。最近めっちゃ行く。はい。おかげさまで。ありがとうございます。はい。いいですね。はい、はい、あ、お願いします。はい、あ、うまっ。うまい。めっちゃうまっ。あ、美味しいですね。うまいな。ちゃんとした緑茶ですね。はい。絶対わかんないやつ。いやいや、わかるでしょ。アメリカ、おい、これだけ言わせてくれ。アメリカ住んでたやつが、ちゃんとした日本のそのこういうのが、そういう、わからんからね。こういう勇気とかそういうのは。それは偏見強いですよ。いや、絶対わかってないから。で、エルブなんかよく言うやん。これアメリカでも普通だったんですけど、あれ？あれ？絶対言うやん、いつも。分かっていいやん、それ。ここ二人は俺より分かっていいから、ね、まあまあまあ。それは必ずといて。まあ、あれですけど、本名です。本名。やめとけ。やめとけ。なんやねん。それ日本人ですよね。それは分かりますよ。それは武士かどうかっていうのに争う時に言わせて。欧米かどうかじゃないから、ちょっと違うか。一番分かってみたいやから。それで一番日本のその緑茶を買ったから。絶対買った。抹茶やろ、しかもね。あー、抹茶っすね。抹茶入ってるよ、これ、絶対。じゃあ、握ってきます。お願いします。します。そんなに食べられないけど。あー、まあ、軽くで。軽くで。はい。全然軽くで。美味しいっすよ。あー、自分量、この分かってんな。味じゃなくて、島味になっちゃうんですよ。あー、全然大丈夫ですよ。あ、島味。はい。ありがとうございます。出ます。味と島味の違い分からんもんな。もう一緒っすよね。いただきます。はい、うわー、どうですか。もう美味しいです。あ、すみません、ありがとうございます。うわー、島味いいな。美味しいです。美味
しいっすよね。待って美味しいっす。めっちゃ美味しい。すいません、ありがとうございます。美味しい。金目とかってありますか？はい、はい、お願いします。めっちゃ好きだと思う。食べたい、食べたい、言った。いや、もうラーメン流れていいんですか？カリフォルニアロールじゃない。大丈夫、カリフォルニアロールだよ。こっち左の子がカリフォルニアロールじゃない。バカにしてますね。なんでなんで、違うの作れてよ、作れよ。アフリカ人バカにしてる。あの、アボカドにしようじゃない。アボカドにしようよ。アボカド抜きで、サバサンド。アホや帰れよ、アフリカ。美味しい。冷たいの珍しいですね。うん、いや、見てください、ここの氷丸いんですよ。ほんまやってか分かってたけど。そこで会話よく広げようと思ってよく喋ることないね。喋ることなかったら、あそこにも氷がちゃんと丸いんだ。分かるって見たら分かる。入る前か座る前か何を言うと、何すんの、自分が気づいたんだ思ってんの。絶対分かるやん、そんな。この距離で俺気づかない。やばい。この距離でこの珍しい氷気づかない。やばい。いや、ラマさん、疎いから。いや、そう、お前が、この中で一番疎いから。これだけ言ったから。すごいだよ。うまそう。すごい綺麗ですね。見て。もうすごいです。見えます。もっと近くで見たって。もっと近くで見たって。丸い氷ぐらい見えます。いや、見てください。ここの氷、丸いんですよ。あ、すいません。ありがとうございます。どうですか？美味しいわ、ちょっと。美味しいですね、やっぱり。じゃあ、おかにで。はい。あ、ゆず。あ、効いてる。その、わかんへん、来ない。いや、ずっとわかんない。これはなんかやばいですよ。ゆずっていうのが。ゆずやん。はい。これパセリやわ、俺だ。大将が聞き聞かせてくれたから、アメリカかぶれが来たから。絶対パセリ聞き聞かせてくれたから。そうか、パセリです。乾燥パセリです。大丈夫です。これはバジルとかよ。バジルとか美味しいほんま。じゃあおとろ。あー、いいですね。僕順番が分かってなくて、いいですか、逆に僕の食べ方ね。普通最後ですもんね、そういうのって。いや、そんなことないですよ。本当ですか？はい。なんか玉から始まるって言いますか？なんか言いますね。それ玉から白身に。はい、あの通常はあの淡白なものから始まります。うん、はい、白身とか、うん、間にマグロ、で最後に火の粉とか、うん、最後に火の粉。シャリコマで大丈夫です。仕込みました。はい。次第つけないけど、その米の量が。ああ。久しぶりに走ったわ、夜。久しぶりに走った。あ、ジム行ったんですか？いや、もうジムまで遠かったから、家の前に走った。ああ。久しぶりに走った。すいません、ちょっとでかく逃げてますか？ああ、全然です。ああ、全然です。へえ。ついに癖で。ああ、全然です。です。ありがたいです。大丈夫、シャリコマの方で。全然大丈夫です。いただきます。シャリコマな。はい。うまっ。よし。この照明もベストっすね。これほんまに赤みがすごいっすよ。インドマグロ。ありがとうございます。
エビお願いします。じゃあエビを、はい。え、自分はもうこの出番好きなんですか。あ、全然、ランさんの部屋の部屋に。え、じゃあ俺、右腕切るから、右腕切るから右腕ちょん切るから。シャンツじゃん。一緒じゃん、一緒じゃん。意味わかんないっす、ほんまに全然わかんない。いいぜ、90とか入れへんの。いや、似合うんちゃう。いや、全然いらない。自分だったら一回入れてましたよね。入れてへんの。あ、そのまま一回の、一回の、そういう回じゃないから入れてへんの。2人は、別に2人入れたんやん、アメリカやんから。あれちゃう、自分は怒りのマークのやつ入れてへんの。ポパイみたいなやつ入れたんやん。ポパイっぽいから、体型で。確かに、エルボはね、体型的に。だから僕、体型的に入れたらやばいやつじゃないですか。うささやな、確かに。へぇー。あ、うわー、うわー、うわー。もうちょっとシャリコまで大丈夫です。はい、はい、わかりました。なんだ、めっちゃ失礼ですよ、ほんまに。いいっすよ、大丈夫です。いただきます。バジルどう？バジルどう？うまい、うまい、うまい。あんま、へぇー、やっぱり。うん、これ美味しい。こちらのちょっと甘みが、はい、はい、そうなんだ。甘みと生で召し上がるよりはもう昆布締めにした方が甘い。甘いエビ、甘いエビ、ええとこ。俺さん自分そのええとこ知ってる。うん、いやいやいや、何で売ってんの。まあ、いろいろする。めっちゃモテるみたいな言い方すんなよ。誰売ってんの。じゃあ、あと、いくら、あ、いくらいいですね。いくら、はい、いくら美味しいっすよ。一番何が好きなの、海外で。僕、ウニですね。あ、そう、一番何が好きなの。でも僕もウニですね。そうなんだ。何だろうな、これプロフェトロか。プロフェトロっすか。それは、食べたい。やっぱり K-1 でもアンティークが好きやったな。じゃあ、これじゃないですか。すいません。違う違う違う、その王道の。ああ、王道の。やっぱりアンティークが好きやったな、K-1 は。そういう。いや、なんか大トロより中トロ好きな方多くない。僕、中トロの方が好きです。そうですね、僕も中トロの方がさっぱりして。俺、違いわからん。それで言うと。お前らもこっち分かってんじゃない。分かってるから絶対分かってん。分かってるから中トロと大トロの違いだけど絶対分からんで、人間に。絶対人間に違い分からん。俺そっちじゃん。どっからこの機械、どっからが中トロや大トロや、絶対そこの大将のさじ加減絶対入ってる。中間の中間って絶対あるから。絶対や。よっぽど端っこの方いかない。絶対言うのは俺の自信やろ。美味しそう。うわー、いや、いや、生きててよかったですね、これは。はい、ちょうどいいです。あ、すいません、ありがとうございます。こういう感じでありがとうございます。おや、いただきます。ウニ、いただきます。うん、うまっ。うん、うん、うまっ。甘いと思います。すごい甘いと思います。甘いっす、甘いっす、甘いっす、はい、甘いっす。うまに甘い。うまっ。美味しいですね、ほんとに。こういう感じ。あれなんですね、その海苔で巻いてるあの、はい、部分があったんですね。はい、あの海苔に負けちゃう場合があるんで。あ、へぇ、はい、ダイレクトに海を感じてます。あ、そうですか。あ、海だ。うわ、僕その海苔と相まった感じつけたんですね。あ、そうだ、冗談、冗談、もう一個出しましょう。冗談大丈夫、冗談言うんすよ。冗談言うんすよ。冗談だか本気なんだか分かんない。言ってください、出しますから。トロタク、はい、かしこまりました。最後トロタクでいいですか。まあ、それで、まあ、そろそろお腹いっぱいになりますので、はい。
不安かなくなさい。やっぱ絞ったのがあるんじゃないですか。もう今の完全にグラップラバキ出れる、うん、あ漫画に出るって言われたから、お前が豚って倒しお前が豚、朝来たら豚だったんですよ。あ豚がお前に言う豚が、あそういうことバキやこれって言った。あんたが言うたれって思ったんですね。ぶっ込みましたね、あの時。あレミさん動画出すぎちゃう。あレミさんですですね。レミさんこのレミさんインスタ 1.8 万とかなんでしょ。何千人目でもさ。あそうなんですね。3人して。じゃあ僕レミさんに負けてますね。えどのぐらいですか。僕今1万2千人とかして。あレミさんはもっと多いったな、はい、確か。すごいな。メイズさんもそれ。ああ。もっと鍵やかやもんね。そうなんですか。ええー。そうやね。すごい。今3万ぐらいじゃん。3万ベースだな。イーサンいつも言うんですよ、誰かに言うと俺5番だからじゃん。あ言っていや全然言うんですよ。ほんまね、ネガティブキャンペーン、ネガティブキャンペーンすごいね。違うそれ高田すすごい。ランナントラブ好きそうな、ほんまにこれほんまトラブ大好きなんですよ。お前のどうやってもちっとノリやったんや、さっきの海の時のまだ引きずってる。まだ言うやん。絶対ウニが本物の方が美味しいね。面白いな。幸せやな。美味しいですか。うわあ、すみません、ありがとうございます。すみません。うわあ、うん、うまい。何やってるんですか。お寿司に鼻つけて。どう。うまい。うまい、うん、これのこれ中どういうの入ってるんですか。これはトロとトロと、あと、奈良漬け入ってます。奈良漬けなんですか。はい、ありがとうございます。奈良漬けこれ奈良巻きです。奈良漬け、はい、なんか、ちょ辛かったですね。なんか奈良漬けのあれですか。わさびが終わっちゃって、からしも。ああ、あ、そういうこともあるんですね。はい、すみません。わさび終わって、あ、この時間にわさび終わることあるんですか。大丈夫この時間にわさび終わるって、はい、結構すごくないですか。はい、これから届くんですけど、わさび。ああ、そうなんですね。うまいですか。ありますよ、そういうこと。一作目後半で主人公死んだぐらいびっくりした今。うわー、食った。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、どうだった。誰と来るの。え、こいつ誰と来てるんですか。女で来てます、大将。はい、女で来ます。いやいや、まあ、はい。いや、いいじゃないですか、別にそうだろ。そうですよね、プライベート。うん、イーサンも人権あるんですよ。そう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 。いや、ないよ。あ、全然大丈夫です、全然大丈夫です。ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。あ、いただいて帰ります。じゃあ、あれもありがとうございました。飯食うもん。いただきますか。まあ、じゃあ僕もガソリン入れていきます、先に。何、はい、買い出しもあるんで。別にする。あ、はい。え、いいその帰りで。あ、行きますか、じゃあ。ちょっと俺、エレン見せたいな。あ、いいっすよ。じゃあお席こちらに。あ、すいません。エルですね、横やん、これ。そうですね。めっちゃ来てるのに気づかんかったわ。銀座結構。こういう感じのさ、料理でもさ、はい、個室があったら食いやすいよ。そうなんですよ。個室結構、個室じゃないですか。結局
取られへんやん。はい、これぐらいのトレンドだってことは。まあ、もう顔バレがあるんでね、やっぱり。そうだ、そうだ、そっちや、そっちや。はい、度合いではそんなにそうです。タレントの度合いではそんなんでもないぞ。結構な人たちにや。まあまあまあ。うん、ラブコールいただいてますけど。結構なラブコールいただいてますけどね。え、どうします、どうします。え、飲まないですよね。飲ま、もうお任せで、どうしようかな。どうしようかな。なんか飲みたいですよ。それ飲みたいです。あ、じゃあ俺、グレープ。グレープです。ピンポンなやつ、ピンポンなやつ。そうですね。すいません。はい、失礼します。じゃあ、グレープフルーツジュースと、グレープフルーツジュースの一つ。あとジンジャーエール。とジンジャーエール。はい。お料理の方は、料理は頼んでないんですか？あ、じゃあ僕はですね、サラダで、はい、ポテサラ、ポテサラダで、ポテトサラダで、はい、2つ。はい、あとはじゃあ、甘い。トマトのカルパッチョ。カツオとトマトのカルパッチョ。いいっすね。はい。あ、唐揚げ食いたい。唐揚げ。唐揚げも2つで。あ、いいですね。あの、自分何やったっけ、しょうもない。ネタ、何やったっけ、自分のタートルズと。ピザ。ピザ、ピザどれ、いいっすね。ピザどれします。キノコ。キノコ。はい。キノコのピザで。はい。以上で。はい。あと、ウーロン茶もう一個。ウーロン茶。はい。はい。以上で。はい。以上で。お願いします。二人で分ける。そうですね。お台場デートしてるしょうもないカップルに入ったりシェアするシェアしましょう。ガー疲れた。いやここインポンあるやん。あんまり全然気に慣れてへんやん。そうですね。あんまり来てんちゃう。場所によってちゃうんですよね。そうね。あー疲れた。結構余裕出てきたやつが編集。まあまあまあ、そういうたらで、うん、これピカソの階段じゃん。これ。ここ。うん。そんなわけない。そんなことない。そんなことないです。そんな歴史古ないか。はい。そっか。なんだこれ。偽物や。偽物ですね。盗作や。ピカソ。ピカソのテイスト入ってないですけどね。ピカソって彼女が別れるたびにテイスト変わるって知ってた。あ、そうなんですか。そうです。別れるたびに変わんねん。全然違う別人みたいに変わる。え、ピカソの友達かなんですか。の可能性だからあるな。ああ、ですよね。そうそうそう。俺一応あの五感画家やから。え？違う、ほんまやって。美容師じゃなくて。はい、それ元々な。ああ、元々。そうそうそう、画家。元々それ英語ですで、あーはーはー、そこ黒歴史やから。英語です言わんかったけど、画家の時期やったから。画家の時期。だから俺あのシンナーとかさ、油絵とかモデルやったもん、あの気持ちよくなれへん。ああ、そうですか。はい、それ耐えれねえんですよ。でも普通の女の子モデルやったらいけるわこんな。それまで。じゃあ、さっきドリンクの方ジンジャーエールです。はい、じゃあ、ジンジャーエール。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとウーロン茶。はい、ウーロン茶です。ちょっとオレンジジュースでいきます。はい、ありがとうございます。お願いします。絶対グレープっつってんの。え、絶対グレープっつってんの。ああ、行きましたっけ。ウーロン茶入れてました。絶対グレープっつってんの。海賊、海賊です。海賊。いや、あの、店員がさ、うん、グレープって気づいて、すいませんって言った時には、グレープ、グレープでしたよって言うから俺。ああ、なかったもんでしたから。ああ、そういうことですね。請求書、キャバクラで請求書高いときにさ、社長さんがいても紙にくしゃくしゃって食うやん。あれ。あれ。書き直してこいって意味でやるからさ、社長さんが。大体の社長。大体社長やんですよ。そんな、ああ、なるほど、ね。大体やるから社長。そうや。そうや。そうや。グレープでしたよ。あ、これは優しさやね。まあまあいいです。腹減ったな。腹減りましたね。唐揚げとかもそんなん外で食われへんもん。そういうテイストの。まあまあそうですね。嬉しいわ、そういうの。ええわ、ここ絶対ええわ、こいつ。これどこに引くん。これ引かないでしょ。これ置くやつです。こう。え、か、これいろいろ拭いてる人が拭いたり。じゃあ、サラダ、シーザーサラダ。はい、ありがとうございます。え、これこう、もう全然カバーできへんね、俺。これ全然カバーできへんね。じゃあ、拭くとか、まあ、その、いろいろ口を拭いてる。うまそうだな。うわ、これ見て、うわ、見て、あー、一番やつや。どうやって混ぜるのかな。逆に、うわー、これ見て、うまそう。うまそう、ほんまうまい。うわ、絶対うまいやん。うわ
混ぜたらお腹いっぱいなんだわ。混ぜたらお腹いっぱいなんだ。どれどれだ、食べる？あ、食べる、食べる。はい。よし。あ、いらんすか？いや、もう絶対いらんやん、それ。あ、それで行くんすか？行くっしょ。行くっしょ。このままっしょ。効率悪ない。あ、まあまあまあ、分けるのね。もう、もうこれ以上の分けが必要ないやん。うん、うまっ。ヘルグいつ首にする？どっちが言う？しない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 です。失礼します。次にこちらチキン南蛮。あ、すいません。はい、うまっ。チキン南蛮頼んで。他のお客さんが来た。え、他のお客さんが来た。チキン南蛮やらしく。他のお客さんのやつは負けた。出た後に唐揚げも来る。あ、ダブルで来る。まあいいじゃないですか。唐揚げか。唐揚げっす。唐揚げっすね。まあ唐揚げもチキン南蛮も同じようにね、そういう牧場みたいなところで育てられてね、かわいいかわいいって同じように育てられて、すごい愛を与えられて、最後の最後でサイコパスみたいな、サイコパスかお前はっていうように殺されるわけですから、まあ、そういう意味では同じ不運な人生ですよね。ではね、それが結果唐揚げと南蛮だけですから、まあ、同じですよね。一緒ですね。南蛮食べる？もういいですか？大丈夫。ああ、ごめんごめん。まあ、イーさんはいいかもしれんけど、俺が鉄壁やから。それ、俺は俺のことを失敗してるな。びっくりした。はい。じゃあ、自撮りのカルパッチョです。うわ、美味しそう。うわ。自撮りやってる。うまそうっすね。テーブル間違って。え、カルパッチョっすよね。最初ターンでカルパッチョだけになってるし、それもしラッパーやったら全然インフメにへんで、そこしかかかってへん。インマーに勝たれへんねん、そんなんやから。いやいやいや、一緒じゃないですか。これめっちゃうまい。美味しいっす。結果こっちでよかった。結果 OK。 うわっ、マジ。うん、マヨネーズかけすぎ。めっちゃうまい。いやもんで、インキャプターで飯とか通うあの彼女も出るかいな。まあまあね、ほんまに嫌やから喋ってる方じゃないですか今日。うん、まあまだ今日撮影がなかったから、うん、ほらテンション取られろ、うん、だいぶ、ま、だいぶサービスしてるな。これ風俗店やったらもう本番やってるで。そのぐらいサービスしてるね今これが。結構じゃあ言ってますね、うん、そのぐらいサービスしてるな、うん。こうなもう絶対バレたくないところ。今そのぐらいサービスされてるってこと気づいて、俺に。それ分かってほしいよ。絶対バレたくないつもり。そう。ゲームネギはどうする？ああ、もうね。いや結構ゲームしてんじゃないですか。出てるけど、はい、最初に候補は3人ぐらいしかおれへんね。ああ。どうしようかなってマジで。全員。今日はサービスしとこう。ああ、でも可愛いですよね。全員どうしよう。正直どうなんすか、インスタ見てて分かるんですかね。加工動画、動画出て喋らなあかんよ。はい、でレミさんのインスタとかやとね、大変じゃないですか。でもレミさん評価いいもんな。はい、だから本物の方がいいから。ああ、インスタや。そうやね、珍しいよな、うん、そうやね。レミさんなんかでかいね、なんか。思ったことないですけど。でかない。でかない。思ったことないです。じゃあ自撮りの照り焼き。はい、すみません。ありがとうございます。もう大丈夫です。はい。ご注文は以上でした。あ、はい、ありがとうございます。失礼します。なんかでかないレミさん。思ったことない。
でかって感じじゃない全然太くマジ、はい、身長っすか身長やってでかないあの人、うん、でかーと思って67とかってましたよねでかいやつかわいい、まだかないいさんのおすすめやもんなおすすめっすねまあなんかもっと芸能人とかかなこう出てくれたけど事務所がなもううっさいねまあこんな下品じゃないですか絶対出れないですよねいえ今一番俺クリーンやあ下品クリーンやけど言ってることは下品かはいまあ下品じゃないことない実際どう世間のイメージはもう下品ですよね多分ああ世間ってアホやからな世間ってアホやからでもやっぱあのめちゃくちゃあの人気のなりしてスカイピースさんとかああスカイピースさんすごい評価いいじゃないですかまあプライベートお料理下品やけどなシシでもそれ5億かけれるで俺の方が真面目ってマジで5億かけてて5億5億かけてて結構かけますねあ全然いける絶対俺の方が真面目やし向こうも絶対俺の方が真面目って言うわプライベートの全てのジャンルに対して俺の方が真面目って言うと思うわそれで俺より真面目やつおらんのじゃんプライベート分からん、まあ、想像がつけへん、まあ、確かに想像がつけへん、ほんまにそんなやつガンジーとかぐらいちゃうでもガンジー YouTuber ちゃうやん、まあ、じゃあ俺やわ、一番あ、うん、死んでますそんな言いながら死んでいったけどガンジそうやってじゃあ俺やわ、まあ、竹に食べたらいいですよまあ、やります志半ばで殺された若鳥の唐揚げ若鳥、はい、うんまあ、でも準レギュラーの方もお会いしてみたら実際にインスタより怖い場合ありますかねあー、あるよね、はい、うん、インスタより可愛いよね、俺メイサさんもさやるなあ、確かにインスタより実物の方が全然可愛いなはいメイサさんうわ、ニンニクすごいえ、あ、ニンニクだってうんめっちゃ乗ってるじゃないですかうわいらんわうまいわうまいっすかめっちゃうまい、うん、俺こういう店好きやねんな久しぶりだこういう店ほんまになかなか来られへんやんちょファンの耳壊れへんこれちょっとさすがにもったいないからエル君に一旦あげてからのこういうの肌にあげるエル君切るよ一回こういうの肌にあげてこれさすがにそれ失礼やん失礼やんまあ失礼ですよえ除霊なのここいやそうですね失礼やん失礼やん、うん一旦ここに行こう。うん、行った。それはいいやろ。それはいいですよ。それ、俺もバレ気づかれてるから。うん。しないかな。耳結構食わない人いません。いや、多いよ。多いですよね。ピザ屋いいかげん気づいてくれなかった。気づいてるピザ屋はここにソーセージ入れたり、チーズ入れたりしてるやん。うん。ほんまに。誰やっけ誰がパンの耳だけ好きって人いるんですよね。パンの耳パンちゃん、パンちゃんは。ピザ屋。車屋さんとか食パンは耳だけ食ったりするから逆に、うんうんうん、クロワッサンなんか特にそうやわ表面だけはうまいのクロワッサンって何そんな前になったもうめっちゃ抵抗がクロッとついてるから3つ買おうかなと思って2個で止まっちゃうもんな手がクロワッサンって名前なだけにお前3つ行きたいけど気持ち家出る時3つやったけど実際、いや実際クロワッサン目の前にしたらやっぱ2個でええわってなっちゃうもん、あの名前やったらやっちゃうなんなことないけどなピザうまいわいやうまいっすかここうまいわ何のピザしてんこれ俺好きやわこれ、ちょっとなんか B 級グルメから好きやわ、うん、うまいわうん、うまいキノコのピザやうんピザしかねピザなんですよね、たくさんのいや、それやったらラップバトルだから優勝できへん今にならないと、うん、あ、もうやばい、うん、昨日思ったらさ、頼んだ昨日さ全然ちゃうことない、うん、え、気になれへん、逆に気になれへんじゃんいや、なんないっす。あれ？え？シーザーですよね。違うって。これ、ポテトやん。
マジ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 、まあ、唐揚げは確かに唐揚げでしょ。唐揚げ、キノコ、タイ、こういう唐揚げもありますからね。これもし唐揚げやったら、うん、これ調理師免許取り上げるわ、店員の取り上げるわ、こうやって取り上げるわ、こうやってこうやって取り上げて、こうやって意地悪するわもし、これがもし、これで唐揚げって嫌なやったら、あ、1回目のオレンジとグレープフルーツも選手。あ、でも僕ジンジャーで食べます。自分、それとこのウーロン茶だけになってる、うまいけど、うまいな。結果はぁ、やばい、ニンニク、じゃこれ、うまいねんけど、ニンニクすごい。あ、ニンニクすごいですね。玉ねぎもあるから、今度俺デートやから自分と違って、あ、そう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 、デートですか、こうやって出てね、この時間からデートってどういうことなんと思うね、逆に、逆に思います。ちょっとだから困惑してんね今、うわ、セクハラされるって俺も今思ってる。めっちゃ食いません、うん、よく食いますね、もう腹いっぱい、うん、楽しくご飯食べたいけど、そんなん言われてやめるわ楽しく食べてたんだけど、ああ、ダイエット気にせずに、ああ、まあ、今日ぐらいええかと思って楽しく食べてたけど、楽しく、そんな言い方されるんやったらやめるわ分かったな、ちょ、これこれこれの力の治療量もわかんない。あ、ダメですか。ええねんけど、そのちょっと脂肪が多いから、ああ、そう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 、すごいな、見て、虐殺された村で、ほら、下に並べられてる時みたいな、これ今から埋められる、そんなんやろ、そんなの、かわいそうに、そんな方に見ます。だって泣き殻やもん、泣き殻はインフルでるやん、泣き殻やもん違う子がさ、はい、来て、で悔しくてさ、その時まだ歌舞伎っていう底辺 YouTube のところを来て、悔しくて、悔しかった、その後すぐにまた頼んで、全然また違うわね、バネルと東京知らんから、あ、3回行ったのに3回目も全然違うんだけど、しゃあないから一応食べたもんなめっちゃ悔しくて、俺それ、まあでも同じデリヘルですもんね、しか、そうや、女っていうところしかかかってないよ、別人やった、あの悔しさ今ちょっと思い出したわあの悔しさが今来たわそれで言うと本人ですけど、それは違うよ、それは本人、じゃあ、そう、ほんま本人じゃない、レベルだし、あ、もう別人、そういう悪質な店あんねん、あ、へぇ、訴えたのかな、今影響力でかいから言ったのかな、そこの店影響力でかいし、これ言ったのかな、あ、いっぱい、ちょ、行こうか、お会計しようか、はい、変な店やったな、はい、お疲れ様でした、変な店やったな、ちょっとデータやろうかな、はい、あれ、よいしょ、ナソさんです、あ、よいしょ、すみません、23だろ、ほら、あ、よいしょ、はい、よく、はい、よく、え、はい、よくや、はい、よく、はい、よく、え、だってレギュラー入れんと、レギュラー入れたら壊れる、壊れる、車負担感が高いだけですよ、あれ、だから、ね、いや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 、いいさん、いいさん、ベンツレギュラー入れてたら、いや、ハイオクやから、近かったんでいいさ、うん、一緒ですか、ほぼ違う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 、乗ったら全然違うから、動きますね、はい、まあ、それもいいですね、5000回転の上とか全然変わってくるから、おぉ、そう、わかる、一緒っすよね、ガソリン似てます、一緒やったら、同じ値段になれへんから、あ、いや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 、ちょ、データやってもらって、一緒にやります、いやいやいや、ちょっと次からマジ早くにしちゃって、あ、まあ、ガチ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 、あ、イーさん、はい、イーさん、はい、あ、イーさん、イーさん、はい、
いや、イーサン、イーサン、ちょっとイーサン。あ、同じマネージャーだから大丈夫。全然違うから。